靴下大体なくなるとか、知らない人のパンツをもらったとか、そう、もらったことあります。おはようございます。おはようございます。ということで今日は特に何も予定がないので世界一周してる人の休日をご紹介します。はい、まあ、毎日ね、いろんな観光地行って忙しくしてる時もあるんだけど、まあ、たまにはね、洗濯したり休憩したりっていう一日もあるので、そんなダラダラとした一日をお送りしようかなと思います。はい、道を渡って説明続けましょう。コインランドリーに行く途中なんだけど、お腹が空いてこのレストランを今見つけたから、今日はインド料理です。今はちなみにお昼の1時、さっき起きて、誰かが今から朝ごはん食べます。はい、はい、今日のお昼ご飯が来ました。なんとカレー、パラッパニアで、タカはチキンティカ。いただきます。はい、ということで今ね、コインランドリー着きました。はい、早速やっていきましょう。はい、ということで洗濯物をぶち込んでいきます。街のクリーニング屋さんだね。洗濯屋さんか。クリーニングでもない。で、4つ目はそれ全部がなければ、手洗いね。手洗い。手洗いはクソめんどくさいよ。クソめんどくさい。まあ俺ら今のところもうほぼ1年ぐらい世界一周してるけど、手洗いで洗濯したことは3回ぐらいあるかな。あの街によってはね、さっきレナが説明したオプションが全てないっていう、もう自分で。パンツと靴下を、まあ、2、3日分だけを手で洗って次の町に行くまで、そのつなぎの部分はたまにだけ手洗いすることもあります。もう屈辱だよ。めっちゃ叫んでる、このいろんな人がいるスペースでめっちゃ叫んでる。そういうこと気にしなくなりましたね、もう動画撮ってる。で、そういうことで、大体、まあ、国によっても全然値段が違うけど、そうだね。こういうコインランドリーはウォッシュマシーンとドライヤーマシーン両方使って3000円ぐらいかな。まあ、2人で大体1週間分の洗濯で、5、6キロかな。それがまあ大体1000円弱って感じでね。こう、まあ、一番俺らがおすすめするのはこういう自分でコインランドリーに来て洗濯するっていうのが、まあ、一番安心だし、物がなくなる心配もないし、まあ、ちゃんと洗えるし。そう、私たちの経験の中で出したのに汚く帰ってきた時もあったし、東南アジアのダンスで洗濯物出したらなんか泥がついて全部返ってきて、あれは揉めましたね。あとインドで、インドすごかったね。めちゃくちゃいい匂いで帰ってきたけど、やばいよね。出したら全部それがうまく畳んであって、透明のラップに入って1枚ずつで帰ってきたんだけど、で匂いはめちゃめちゃいいんだよね。柔軟剤の匂いめっちゃするんだけど、汚れ全く落ちてないっていう。絶対洗ってないんだよね。でただ多分なんかスプレーみたいな匂いつけて畳んでラップして返すみたいな。インドやばいっすよ。あ、やばい。
信用できない。だからこういうコインランドリーで自分でやるのが一番いい。なんかホステルに出したら、まあ、大体こう T シャツとかが忘れられたとか、そう、靴下が大体なくなるとか、知らない人のパンツをもらったとか、そう、もらったことあります。まあ、ちゃんと返す、いろいろある。女の人とか特に嫌だよね。ホステルに出して自分のパンツとかさ、ブラジャーをさ、他の人に洗ってもらうの嫌がる人多いじゃん。まあ、男だったら別にどうでもいいんだけど、それはコインランドリーがあるならコインランドリーに来た方がまあいいですよって話かな。でもちょっと時間がかかる。そうだね、待って、2時間ぐらいかかる。世界一周は一緒じゃないから、たまにそういう日もあった方が、またゆっくり。あと30分ぐらい待って終わりかな。そうです。はい、ということで今ね、洗濯終わったので家まで帰ります。今4時です。もう4時です。で、実はね、昨日ね、1日かけてフリーツアーに参加してリマのね、ダウンタウンをプラプラしてたんだよね。まあ、このリマの街なんだけど、めちゃめちゃモダンでした。モダンで新しい建物が古く見えるけど、実は新しい。ほとんどが50年前ぐらいに建てられた、まだまだ新しい建物なんだけど、街の雰囲気とフィットするためにコロニアルヨーロピアンスタイルで建ててるんだよね。他の南米の国も一緒なんだけど、まあ、スペインの植民地時代が長かったから、かなりね、ヨーロッパの影響を受けてます。まあ、広場があってマーケットがあって教会があってっていうような街の作りもそうだし、で、建物もヨーロッパみたいな雰囲気のある建物が多くて、もう正直歩いてるとね、もうヨーロッパか南米かもうよくわかんない。ダウンタウンの中心はもう本当にこんな感じ。はい、でもここはダウンタウンじゃないです。おしゃれなミラフロレスというエリア。だ、こっちに来るとそのヨーロッパ調の建物っていうよりはもうモダンのガラス張りなビルがバンバン建ってるっていうような感じかな。ショッピングができて美味しいお店がいっぱいある。そうモダンなペルで、車も多いね。車が多くて渋滞してるんだけど、交通機関はかなり頭よく作られてて、バス専用レーンがあってバスは渋滞に巻き込まれないような仕組みができててね、それはね、すごいいいと思いましたね。腕が痛くなりました。腕が限界を迎えました。南米ペルーの印象なんもない。どうですか。ちょっとあのペルーはマチュピチュだから。そうなんだよね。それに向かいましょう。僕らマチュピチュに行くんですよ、この後。まあ、この後って言っても明日飛行機でクスコっていう町までね、飛んでそこからマチュピチュにどうやって行けるかを調べる。そうで、ペルーってね、まあ南米ほとんどなんだけど山が連なってるから移動にめちゃめちゃ時間かかるんだよね。バスで行ったら23時間とかがかかるらしくて、やばいよね。ほぼ来るんです。で、飛行機だと、まあ、1時間かからないぐらいで行けるんだけど、なので南米に旅行来る人がいればね、まあ、バスは夜行バスね、かなり快適で広々してるんだけど時間がかかるし、山道だからね、ぐね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 して乗り心地あんま良くないっていうね。だから時間が限られて南米を旅行する人はね、飛行機を使った方がいいです。高くないから。そう、飛行機がね、安いんだよね。格安航空飛んでて。というわけで、もう腕がやばい、マジで。腕が限界なので。タカにもっと筋トレしましょうというコメントを書いて。そうなんだね。世界一周始めてからね、10キロ以上体重が落ちてね、もう筋肉がね、力がめちゃめちゃ落ちましてね、やばいことになってます。だから日本に帰ったら、うまい飯めちゃめちゃ食って。筋トレして体重をちょっと10キロぐらい戻そうかなと思います。そんなわけでもう腕がちぎれそうなので終わります。また次の動画で会いましょう。バイバイ。今ね、マチュピチュの町クスコっていうところに、今日はなんかの祭りだね。飛んでる。うわ、めちゃめちゃ人いる。すごっ。有名な。